大場省、めぐる山城期の城備前国府備中国府大、めぐる省、めぐる山城及び関連史跡の一大、めぐる小回り山城は備前国上東軍の大めぐる小回り山にあった日本の古代山城。城石は国の史跡に指定されている。岡山市北東部、独立小山海の大めぐる小回り山の山上に築城された古代山城である。 文献に記載が見えない古代山城の一つで、現在一般的な山名を冠する城名は、後世の命名による。城は、大巡る小回り山の山上に土類を巡らすことによって構築されており、特に三箇所の谷部では、石類の水門の構築が認められている。城石域は2005年に、国の史跡に指定された。 それに先立つ1984から1988年度には、岡山市教育委員会による発掘調査が実施されている。大場所、めぐる山城は、文献上に記載のない城であるため、城名、追記時期、性格等は明らかでない。天示天皇2年の白月の上の戦い頃の、朝鮮半島での政治的緊張が高まった時期には、九州地方北部、 瀬戸内地方、近畿地方において古代山城の築城が見られており、大場所、巡る山城もその一つに否定される。発掘調査では当時期に該当する土器編が検出されている。当地は古代には備前国上東軍比文号に属し、立地としては北方の西洋道、西方の備前国府、南方の岩松を抑える要衝になる。なお、 岡山県の古代山城としては、大場めぐる山城の他に、備中国の鬼の城も知られる。上落寺と、小回り山頂台、めぐる小回り山城に関連する施設としては、付近に混流された、築地山上落寺がある。この上落寺は、時点では天平商法元年、実際には、平安時代後期頃の回帰とされる寺院で、三号の築地は、 山城以降を意識した名称とみられる。しかしながら、他の古代山城のような木の読みを含む名称は、周辺地名を含めても失われているため、上落次回期までには廃城して、城の記憶も一旦失われたと推測される。中世期の上域に関しては、室町時代の多数の戦国石仏家が上域内から出土していることから、 上洛寺が宗教施設として使用したと推測される。江戸時代においても大場所をめぐる山城の一帯は上洛寺の持ち山として推移している。殺影録では安永4年の山論の際に築地山4天屋敷の古跡と見える。近代以降については次の通り。一の木戸城門は未確定で、一の木戸北園や三の木戸そばなどの広報地は、 挙げられるが検出には至っていない。また、建物跡も未検出であるが、小回り山山町部の平坦地などに存在が推測される。小回り山山町は木内最高地でもあるため、放火台の設置を推測する説もある。所在地交通アクセス周辺注釈出店。ありがとうございます。